皆さん、こんにちは。ジャーナリストの篠原浄一郎です。今、衆議院補欠選挙が全国で3つの選挙区、長崎1区、島根1区、東京15区で行われておりますが、特に注目されている東京15区では、今、小池百合子都知事のファーストの会がですね、推している乙武弘忠さん、なかなか苦戦している状況ですね。当初は、かなりですね、 えー、自民党公明党、おそして、えー、都民ファーストおなどのですね、えー、推薦、えー、そして国民民主党がしているわけですからあ、圧勝するんではないかと言われたんですが、小池百合子を都知事に振りかぶった、あですね、 大きな学歴詐称疑惑の再燃。そして、え乙武弘忠さん自身のですね、過去の不倫問題についてのですね、いろいろな問題で、かなりピンチになり、公明党自民党が推薦しないという状況の中で、トップからは今外れているという状況です。でここに来て、今日ですね、 また新たなニュースが入ったんですが、実はこの小池百合子知事がですね、現在、東京23区で、次々に部下たちを区長にしている。こういうことがあったんですが、現在、目黒区長選挙では、区長候補を立ててやっている中ですね、江東区、千代田区、豊島区がすでに部下の区長を従える中で、この千代田区の区長である、樋口隆明氏、 えー、この人についてですね、かなりですね、ピンチな状況が生じて、これが小池知事にも炎症しかねないという話が持ち上がっております。この樋口隆明という人は若い区長でありまして、41歳、当選時は38歳の時に当選したんでありますが、元都民ファーストの会のですね、都議会議員出身です。 えー、父はですね、えー、警視総監をやられた方で、えー、京大法学部卒のですね、えー、かなりです、ね、ホープなんですが、えー、この人はかなりですね、えー、小池、えー、都知事とは深い関係にある。 若い関係、男女関係ではないと思いますけれども、実は小池百合子知事がですね、自民党衆議院議員、兵庫6区の時代からですね、地元で事務所のインターンとして働き、小池百合子知事に若い時から付き従っていた人物でした。この人物最近また話題になりまして、後でも申しますが、実はあの最近、文芸、月刊文芸春秋5月号で、 えー、元都民ファースト事務総長の、えー、方がですね、小島敏郎氏が暴露したあ小池百合子氏のですね、カイロ大学入学う学歴の詐称。 おーこの問題について、えー、実は、ひけしにですね、この疑惑があですね、持ち上がった時に、小島氏とともに、えー、この樋口高明氏、当時、都議だったと思うんですけどね、この人が、あーエジプト大使館に発表された、カイロ大学の声明文の原文を書いた。 いうことが暴露されていて、これ自体が大きな話題になっているんですが、ここに来てですね、もう一つですね、え、千代田区政に関わる非常に重大な問題がですね、えー、クローズアップされてるんですね。その一つ目はですね、どうもですね、この、樋口高明千代田区長は、え、千代田区の職員が、 えー、自ら命を絶ったことを隠蔽していたんではないかという疑惑が持ち上がっております。これは実はですね、えー、昨年来いろいろ問題になってきたですね、えー、千代田区が発注する公共事業の入札談合疑惑というのがありまして、えー、これについてはですね、えー、入札情報を事前に 元区元国会議員の実力者、島崎秀彦氏64歳ですが、ここに漏洩して、この島崎氏がですね、この談合の仕切りをやっていた。で、この島崎氏相当実力者で、いろいろですね、国会に影響力を持っていたもんですから、区長としてもですね、国会対策で、この人のやること、手前勝手なことをですね、黙認せざるを得なかった。 いう状況の中で、えー、区の職員に無,、えー、無理がかかりですね、えー、要するに入札情報の漏洩その他のですね、え談、ー、合への関与をですね、強要された、あ区の職員、専門職員で建築士、一級建築士だったそうですが、えー、40代で、えー、自ら命を絶ったという話がありました。えー、これについてですね、 えー、この、要するにですね、入札に関するですね、えー、不正に関わった、あまあ、こういう、こういう事件ですね。自ら命を絶った事件を、区長が隠蔽していた、ということが今問題になっている。合わせてですね、それに関連して、このですね、えー、島崎秀彦元区議によるですね、 えー、こうした入札情報のですね、漏洩教養について、これは不正なことでやめさせてほしい、えー、いうようなあ告発ですね、内部告発があ区長に寄せられたにもかかわらず、これを握りつぶし、えー、そしてですね、えー区あの、区役所内ではこの告発者たちは事実上完職に左遷されるということをも容認してしまったということが大問題になっております。 えー、実はですね、この島崎秀彦という人はですね、えー、かつてですね、小池百合子氏がですね、都知事に初めて立った時に、えー、東京オリンピックに関与するですね、様々な疑惑で追及していた元千代田区議で、えー、都議会の実力者、現在は亡くなってるんですが、内田茂という人が千代田区から出ていました。この人の側近に当たる人物でした。結局ですね、自分の手下の人間をですね、 えー、区長に送り込んでも、そうした自分がかつて敵視していた、あこれは自民党、千代田区の自民党の議員だったわけですけれども、この人間には逆らえない状況があったということが、あ,あ、あのー、明らかになってしまったんですね。で、この島崎秀彦氏については、2月にですね、官制談合防止法違反で、えー、警視庁捜査二課に逮捕されております。そして3月には、 圧線収賄罪、えー、金品をですね、えー、受け取ったということで、えー、圧線収賄罪も成立で、えー、再逮捕されております。またこれに関連してですね、えー、千代田区の元部長など、区職員3人、そして業者も逮捕されていると、いうことであります。まあ、こうした疑惑がですね、えー、持ち上がっている中ですね、小池知事としてはですね、えー、この間進めていたのは、 あ少なくともですね、23区の区長をですね、何人か抑えて、えー、自分のお都知事としての、また国政に復帰した際のですね、足場にしようと考えていたんですが、えー、下手をすればこれは逆にですね、えー、足場を失いかねない状況になっているわけです。そしてですね、えー、こうした問題と合わせて、えー、冒頭述べましたようなね、えー、この小池知事の学歴詐称疑惑ですね、 この工作に、この樋口隆明、当時都議会議員だった樋口隆明氏が、エジプト大使館のですね、サイトに出された、SNS に出されたんですかね、カイロ大学生命の原文を書いた、いうことの告発がですね、これが明らかになれば、 かなりですね、厳しい立場に小池知事とともに、この樋口区長も追い込められるんじゃないかという話になるわけです。ちなみにですね、小島敏郎氏は、月間文芸春秋5月号にこの内容を暴露した後ですね、その後もですね、メディアに登場したり、記者会見をしてですね、小池ゆり子都知事らをですね、公職選挙法違反、 え、いわゆる学歴詐称ですね、選挙にあたってこれ大事な情報になるわけです、有権者にとってはね。これを詐称していたということで、刑事告発の手続きを取るということは、意思をですね、表明しております。え、これがですね、刑事告発ということになって、実際に捜査が進み、また後半になればですね、この樋口隆明氏の指摘された、ああ、ですね、関与についても、これはですね、 えー、明らかにしなきゃならない疑惑になってくるわけですね。そうした点で、いよいよですね、えー、小池、えー、知事のですね、学歴詐称、数年前、それこそ、都知事に初めて立候補するときにですね、えーあ、2回目ですかね、2回目のときに、かなり問題になってき、えー、ていたわけですけれども、それを超える規模でですね、 えー、窮地に陥っているような状況になっているんだということであります。そういう中でのですね、えー、まあ、東京15区での衆院補選、えー、この動向についても、この問題の影響がどれくらい出るかが、注目されるところではないかと私は考えております。引き続きこの問題についてですね、えー、調査を進め、皆さんに、えー、報道をしてまいりたいと思います。えー、今後ともよろしくお願いします。